さあ、それではここで続いては方言ニュースのコーナーです。はい最後数曜、動画の上、カネおやじみさゆみ。さて、中夜人5時の十四日、旧暦ち、内南の曇り目、中夜15の5日にあたとおびお途中琉球新報の記事から内南ニュース、うちでさびら中のニュースを中部水源から取水用再開、水と印字さえ。でのニュースやびん、ゆでなびら。 小雨傾向で沖縄本島内11ダムの貯水率が低下していることを受け県企業局は11日午前有機フッ素化合物 PFAS 汚染対策で停止していた中部水源からの取水を再開したと発表しました。うん、網の生きらさる有に 沖縄本島内の婦人会ある11のダムの水の玉通る割合貯水率が低くなったるために県企業可を11日の午前昼明に有機フッ素化合物ピーファスさにゆぐりと恩じちの汚染対策で富みとたる中上家ある中部水源水上から水といること またはじめたんちうしらしさびたん発表しました11日やカディナーヌー、えー、井戸郡井戸から9時 6, 9時6分にまたティンガン川からや9時5分に午前9時5分にみじといしはじめやびたん県企業局の担当者はピーファス汚染への懸念が高い中部水源からの取水について 北部のダム水源と希釈し北炭浄水場に入る段階で PFAS 濃度は国の暫定指針値 PFOS と PFOR 合計で1リットルあたり50ナノグラムを下回っている高機能活性炭処理で PFAS 濃度を可能な限り低減し PFAS の測定や発表の頻度も 増やしていきたいと述べました県企、えー、業局の,の担当者あたやおぬピーファスンケイゆぐりとんちうまとおる中神の水みから水といることにちいってヤンバルの水いヤンバルのダムの水さに薄みてフィシクなちチャタンの浄水所ンケイながりいる土地ねなおぬピーファスの濃度空さや国が定めておる 一の暫定指針値でいる PFOS と p アの合計数字が1リットル当たり50ナノグラム間飛車サガがとん高機能活性炭処理サーに PFAS の濃度空さナイルかじり低くなち薄みんまた PFAS の草濃度 ただまた貯水率が50%を下回ったことについて企業局の担当者は「この時期に50%を切るのはかなり厳しい状況だ。県民の皆さんに節水をお願いしたい」。 と呼びかけましたまたうぬ貯水率とおる水が50%から下が通ることについて企業局の値や担当者や生の国土地に50%やかんしちゃ差がゆんでゆせえだて近しいことやいびん県民の具数4回や水へあがねえてすうて数しし近えってくんせいびりうにげえさびらんち呼びかけやびたんまた3月上旬からは 長田川の取水も開始予定で、加瀬那井郡や天岩川長、長田川は去年4月から12月の平均で水源での国の PFAS 暫定指針地を下回っていました。また3月地の始見マングラからやこの長田長田川長田川からん未実都市始める計画をゆぐましやってい。 カデナーノカデナーノカラ、またティンガンガ、ナガタガ、ヤ、クジュノシンガチカラ、シンガチカラジュニガチン、ヘイキンガ、ピーファス暫定指針シシンチ、シチャマトィビン、シチャサガトィビン。ウリカラ、チャタンジョウスイジョウウトティ、オノ、ピーファスウ、トイきキタルミジェ、ナアシなど、 七のの市長そのんけウクラリアビーン中,夜中部水源からまた道といしンディのニュース、えー、ウッティ12日の琉球新報の記事からお知らさサたまたあちゃゆしりやびら二平デビロ。いということで、えー、方言ニュース今日の担当は上地和夫さんでした。